ックは全線34番中部は岐阜からのエントリー角貝アシスタ最終セクションが入ってまいりました。さあ後半中間でコンマ1秒アドバンテージを取って中間ベスト更新中間ベスト更新ジャックアンダーを出しながらきれいにクイッピングポイントを取って最終セクションへと入ってまいりました。そして豪快にランサーエボテンが今坂を登ってまいります。ゼッケン34番は中部は岐阜からのエントリーアイオンダンロップランサー 4WD 角貝アキスタが今上り坂に入ってまいります。最終セクション残り 100m を切った赤いランサーの関東高校の萩原誠一とアイオンさん動かしながら今強盗高年間飛び込んでまいりました。ファイナルは1分52秒3.9ベスト更新ベスト更新 0.08 秒アドバンテージを取ってベスト更新しました。萩山浩一郎内周セクションまずは1周目を通過していきます。鈴木県34番の角貝アキスタ N2 クラス中部は岐阜県アイオンダンロップランサー 4WD昨年度の第5戦の門前ラウンド、そして第9戦の高田ラウンドでは見事に2位、3位に入賞を果たしております。メダルをゲットいたしました、角貝アキスタ。5年ぶりのコイノールなので頑張ります。応援よろしくお願いしますという、ゼッケン34番の角貝アキスタ。さあ、この角貝選手も前のめりになって今大阪落としを通過していきます。角貝がベスト更新中間ベスト更新角貝が1分16秒307中間ベストを更新しました。 1.3 秒のアドバンテージを取りました。角貝アキスタ中間で 1.3 秒アドバンテージを取って後半残りあと 200m を切った。少しテールが流れた誤魔化しながらそれを指返して今最終セクションへと入ってまいりました。最後のターン 100m を抜けて1つ目を通過した。今ゴールの高年間飛び込んでまいります。角貝アキスタファイナルは1分51秒343ベスト更新ベスト更新さあそしてコース上はゼッケン35番のティーチャーババ走る先生ババ和弘が走行しております。確かにババ先生校長先生だったんですよね。5年ぐらいかな昇級したのかな。コースを走行しておりますがゼッケン35番マオイッツダンロップランサー店の馬場和弘。ここまでのターゲットは中間角貝1分16秒、そしてファイナルは1分51秒の角貝アキスタがターゲットタイムとなっております。さあ今ショートカット大阪土俵帰ってまいりました。1分15秒89ベスト更新ベスト更新サウス先生ベストを更新しました。まあしかしこの車で通学するわけじゃないですよね。馬場先生今中間ベストをマークしました。コンマ4秒アドバンテージを取ったゼッケン35番の馬場和弘マオイッツダンロップランサーエボテン昨年度のランこのコイノーララウンドでは5位に入賞を出しております。最終セクションを抜けて今2つ目を抜けて馬場和弘がゴールの高年間飛び込んでまいります。ファイナルは1分50秒900ベスト更新ベスト更新馬場先生ベスト更新コース上はゼッケン056そうゼッケンの前に0がついておりますのでシートドライバー昨年度までのランキング6番手までのドライバーが登場いたします。ゼッケン056は山本博之大阪府からのエントリーカッパジール逆行横浜ランサー 4WD 開幕戦のマドワラウンドでは見事に優勝を果たしております。山本博之がさあ2連勝なるか。山本今ショートカットを置いてまいりました。ゼッケン056昨年度のランキング6番手のドライバー山本が13分14秒336中間ベスト中間ベスト中間でなんと 1.5 秒のアドバンテージを取りました。中間山本が1分14秒336は中間ベストをマーク。そして追い掛けスタートはゼッケン055番がスタート西田博一ダンロップフーボーランサー 4WD がスタートしてまいりました。中間でなんと地元馬場先生を 1.5 秒ぶっちぎりました。山本最後のターンを見た1つ今ゴールの高電間飛び込んでまいります。山本博之ファイナルは1分48秒76でベスト更新ベスト更新なんとトップに失礼した2番手馬場先生に 2.1 秒アドバンテージを取ってベスト更新山本博之。さあ取り戻った山本が今トップになりました。そしてコース上は中段差 4WD ゼッケン055番の西田博一空母ダンロップランサー 4WD
昨年度の第8戦ラスマイイベント中部の今城ラウンドで見事に、この N2 クラスにクラスを移行して8年だったかな9年だったかな初優勝をゲットいたしました。西田翔和が2周目の高速セクションへと入ってまいりました。時計は今1分10秒から11秒12秒刻んでおります。大阪王の勝を抜けて山本博之が中間1分14秒という RAC ランサー 4WD 東北は秋田からのエントリー伊藤久志が今スタート日照期3時が振られましてスタートを切りましたセクション054伊藤久志がスタートスタートして左コーナーから右コーナー1周目の山登りへと入ってまいります。東北は秋田県からのエントリーレッドゾーンダンロップフォルテック RAC ランサー 4WD 伊藤久志がスタート。昨年度のこの第2戦小井戸ラウンドでは見事育成年約束20分年か全日本初優勝をゲットいたしました伊藤久志レッドゾーンダンロップフォルテック RAC ランサー 4WD がスタート。目の前で今前走者ライバルの西田博和がトラブルリタイアとなりましてトラブルドゥノットフィニッシュとなりまして集中力がちょっと切れかけたかもしれません。まずは1周目を抜けて丁寧にブレーキングからサイドを当てずにエルサに充満しながらぐるりと回って2周目と入ってまいります。ターゲットタイムは山本博之が1分48秒76でというとってもないタイムをマークしております。2番手にはなく2秒1のタイム差をつけてベストタイムをマークしております。そしてスターティングビットには
ゼッケン053、地元九州期待の星、ピシアンがスターティングリッドに帰ってます。さあ豪快に今横っ飛びで大座が下ってまいりましたのがゼッケン054、昨年度のこのコイロラランドの覇者伊藤久志、そしてスタートしましたランサー5点。ゼッケン053番は岸山の上に、岸山がスタート、ランサー5点がスタートしました。昨年度のコイノラウンドの覇者、東北秋田のレッドゾーンダンロップフォルテックアーベーシーランサー 4WD の中間は1分14秒715、中間2番手、中間2番手、本場3秒差の中間2番手、最終的にタイムを出る走りを意識しておりますが、ゴールしました。ファイナルは1分50秒336はクラス2番手、クラス2番手、伊藤久志はクラス2番手。大外回り1周目を通過して、反時計回り目から2周目に入ってまいります。ゼッケン053、岸山、岸山信行、イッツダンロップ、ルーカスアンサー、4WD。 昨年度のジャスカップでは見事にこのコイノーラのジャスカップでは優勝を出しました。そして地方選手権九州ラウンドでもチャンピオンを取りました。残念ながら全日本選手権ではクラス3番手という三冠王にはあと一歩でありました。岸山が大外回りを抜けて今大阪落としへと入ってまいります。中間ベストは大和が1分14秒台前半、ファイナルベストも大和が1分48秒台というタイムをマークしております。今中間タイムは大阪落としを通過してまいりました。0.053の西山の中間は1分15秒595は3番手、3番手、中間3番手、西山中間3番手、トップは 2.3 秒差、追いかけスタートはゼッケン052、走る茨城魂、信田雅夫がスタートしてまいります。最終セクション入ってまいりました。地元九州、この小井戸から車で終わって30分ぐらいだったかな。西山が最終セクションに入ってまいりました。地元岸和信行、イッツダンロップ、ルーカスランサー、ファイナルは1分50秒306はトップと 1.5 秒差のクラス2番手、クラス2番手。石山残念ながら決勝ヒート1ではクラス2番手、1分 1.5 秒差、1.5 秒差。走る茨城魂、信田正春、関東茨城県からのエントリー、ダンロップ、オメガ、イッツランサー、4WD、2周目と入ってくるさ、さあ、ぐーんとトラクションを生かして、まるでカタパルトから発進するか戦闘機のごとく、今2回目の高速セクションへと入ってまいりました。ターゲットは大和が1分48秒760、2番手岸山 1.5 秒差の1分50秒306、大阪落とし2回目と入ってまいります。信田正春、ダンロップオメガ、イッツランサー、 4WD、 中間継続タイムを抜けてまいります。そしてゼッケン051は昨年度の全日本チャンピオン北条美紀文が今スタートをしました。信田正春は中間セクションのタイムがなんとトップから3秒差をつけられました。クラス6番手、クラス6番手に甘んじております。中間6番手に甘んじる。さあ第1ヒート逆転ですが、少し苦しくなってまいりましたが、信田が最終セクションに入ってまいります。1つ、上りあと 20m 切った。今ゴールの光電管飛び込んでまいります。ファイナルは1分51秒908は6番手、信田6番手。さあ前後して高速走行お手の物、ドサンコドライバー鉄拳051、北条道史北海道からのエントリー。ボディ補強に重点を置いた昨年度のチャンピオン、昨年度はですね、3年ぶりだったかな、全日本チャンピオンを獲得いたしました鉄拳051の北条道史。中間セクションへ向けての2回目の高速セクションへと入ってまいります。北条道史、ダンロップ、イッツ、ニューテックランサー、 4WD、 2周目を抜けて大